あかん、遅すぎてあかん。よっしゃ、4安打目いいよ。4安打目なんで大竹では坊主少ないんですか。やっぱり昨今のね、多様性の文化を生かしてね、もう坊主やったら野球部に入らないっていう有能な選手って絶対今までいっぱいおったと思う。坊主じゃなかったら野球部に入って後のプロ野球で名を残してた選手って絶対おったと思うね。やっぱその時代錯誤やから髪型なんでもいい、全て受け入れるぞ。監督は坊主やけど、やっぱ俺はもうそこはね、監督は坊主にするっていう特に理由はない。おお、監督、これ監督クソふてぶてし俺や今の見たなあ、こいつ今ベンチに背もたれがないベンチで壁にもたれながらサイン送ってたな。この場面でなんでそんなふて、やっぱ舐められたらあかんから、ふてぶてしく。いや、おっしゃ、ナイス